もう旗下ろしちゃったのかな。はい、前回撮った、空撮した日本丸ですね、帆を張ってあります。先ほど、若干、2回ほど空撮いたしましたが、やっぱり朝あの人が朝じゃない人が多いので、まあ、数分で、やめてしまいました。やっぱ安全性を考えると、日中は無理ですね。はい、そんな感じで、今 iPhone5 で、動画を撮っております。はい、今日はね、やっぱりかなり人はたくさん見えてますね。はい、ボランティアのみんなで帆を上げたり下ろしたりするそうですけども、はい、ボランティアのお姉さんなんでしょうか。多分これからどんどん帆を下げていくんじゃないかなと思います。皆さん結構芝生の上で寝転がってリラックスされています。風が出てきましたね。お、遊園地か。遊園地の方を歩いていけるんですかね。夜になったらイルミネーションとか綺麗なんでしょうね。はい、今2時45分です。はい、遊園地の中を通って、抜けていきたいと思います。ここは初めて来ます。結構みんな行列の街ですね。まあ子供向けの遊園地でいいなと思います。
はい、小さな乗り物が、いっぱいあります。まあ、子供には非常に楽しいかもわからないですね。向こう側の方には、なんだ、ちょっと回転するやんなのが、バルーンのお姉さん。ミニゴーランドなんですね。今まではどちらかというとお子様向けですけども、向こう側にあるのは少しはちょっと大人向けの、みんなキャッキャやってますね。すごいな。夜は結構これがね、イルミネーション綺麗なんですよね。はい、反対側の道にやってまいりました。みんな結構キャッキャ言ってますね。チケット売り場みたいな内容です。クマさんのカステラだったり、こんな感じですね。コスモワールド。やだ。はい、なんだこっちはお土産屋さんなんでしょうかね。ここ中はゲームセンターみたいな感じですね。お、似顔絵屋さんがありますね。結構賑わってますね、似顔絵屋さん。ああ、お手洗いだ。後で行きましょう。恐怖の館とかありますね。はい、一通り一巡してきました。はい、こんな感じです。